アメリカほどはマメ科ほど芋属の植物。原産は北アメリカ大陸東部で、日本には明治時代中期に導入された。英名はポテトビーン、インディアンポテト、グラウンドナッツ。日本では俗名であるアピオスやタンニほどとも呼ばれる。日本には在来種であるほど芋が存在するが、多くは野生で栽培はごく一部にとどまり、東北地方を中心に作物として、 主に栽培されているのはアメリカほどである。旗年草であり、鶴瀬で高さは2メートルから4メートルに達する。葉は、羽上複葉で5から7枚の薄い小葉を持つ。果樹には10から40個の長径花を密集してつける。花の外面は緑白色、内面は紫褐色になる。翼弁と船弁は曲がりくねっていて色が濃い。柿は夏である。 果実は細長く、長さ5から10センチメートルになる。果実は一列に並び、熟すと鞘が裂けて、螺旋状によじれる。地下には数節にくびれた海径がある。海径地下の海径を食用とする。くびれた海径は20個ほどになることもある。大きさは直径2センチメートルから8センチメートルほどである。芋をそのまま加熱して、煮たる焼き芋や天ぷらなどで食する。 豆科の芋なのでポテトビーンとの異名があり、またネイティブアメリカンにとっての貴重な食料であったため、インディアンポテトの名がある。日本での主産地は、青森県であり、七古町、西村、六つ市などで、生産量が多い。新編食用作物、星川清下、養犬堂、昭和60年5月10日、定正大ご飯、P654? A.B. 原職日本気画植物図鑑、地域食材大百科 P374 のブン卿2010年3月10日、第1冊、豆な豆の話、P209 吉田吉子平凡社2000年4月20日、初版第1冊。ありがとうございます。